さあチャンスです。二塁一塁、3点を追いかける。これはワイルドピッチ。リーポムフは本塁へ突っ込んだ。今のはベンチには入りませんでしたよね。入ってませんね。入ってませんよね、はい。したがってホームインが認められ、これで2点目が入りました。4対2。この1点は大きいですよ。大きいですよね。ワイルドピッチ、はい、里崎が取れません。懸命に追いかけます。椅子にも当たりましたよ ね。この間にイーボムホがホームインいうことで、まあ椅子はね、これ椅子、はい、まあここで西村監督がフレームをつけておりますが、椅子があったことでその椅子にぶつかってという、まあ、クレームでしょうね、うん。これ避けてるんですね。避けてるけど、はい、ね、これはもう椅子と一緒ではないのかなと思いますけど ね。はい、まあ、わざとね、その、はい、ね、ボールボーイの人たちもぶつかったりはしないでしょうから、はい、避けたところにたまたま行ったっていうことですよね。